高加減高カードロ、皆さん、主人公だ。はい、皆さん、今回の動画では、アイブの話をしていきたいと思いますけど、まず、日本のファンの皆さんは、なんか、アイブがちょっと炎上してる感じに、そういう炎上に対して、ちょっと気になってるところがいろいろあると思いますので、韓国人の私から皆さんにちょっとお伝えしたいと思います。私の個人的な意見とか、韓国の反応とか、なぜそうなるのかみたいな、そういう話をしていきたいと思いますけど、まず今ちょっと調べてみたら、アイブにちょっとアンチが多い気がしますよ。もう基本的に、なぜならもうデビューする前からなんかいろいろ喧嘩を売るアンチが結構あるような、そういう感じがしましたね。調べながら感じたのは、それでまず何があったかって言ったら、これを見たらですね、皆さん、これがエヴァブローっていう韓国のアイドルで、これがアイブですよね。でもこの挨拶が似てるって感じで、まずこれで炎上したんですよ、韓国で。なんかこれコピーじゃないみたいな。それでこれでまずなんかもうアンチの方々はちょっと、これなんで同じなのみたいな感じで、いろいろまたこれも炎上、プチ炎上みたいな感じでしてたらしいですよ、調べたらですね。まずこれもあって、そして皆さんがご存知かどうか分かりませんが、このアイブのアンニュジンさんがこの衣装でちょっと炎上してますよ。今韓国の中ではチャモニョンさんよりはアンニュジンさんの方が炎上してる気がしますけど、そのチャモニョンさんに対してはちょっと、なんていうかな、もうちょっとチャモニョンさんに興味がある、そういう方々一部のコミュニティだけでちょっとそういう問題にしてる感じで、ちょっとニュースになってるのはこのアンニュジンさんの方がもっとニュースになってるんですよ。韓国はちょっとなんていうかな、もうちょっとこう、特にこういう衣装に対して結構厳しいんですよ。なぜとにかくまあこれが、まあ、未成年者の友人さんにこういう衣装はちょっとやりすぎじゃないみたいな感じで問題にしたらしいですよね。これがこういう衣装で、これがまるでなんかこう女性のあれみたいみたいな感じで、それでちょっとあれはちょっとやりすぎじゃないかなっていう反応で問題にしてるようですけど、こういうのを問題するのはいつもですね、韓国でいろいろな方がもちろん問題にしてるかもしれないですけど、その中でも女性のコミュニティでこういうのをいつも問題にするんですよ。皆さん、これ覚えてますか？ブラックピンクのミュービーでジェニーさんがこの衣装を着てたの覚えてますか？この衣装を着てましたが、この衣装がまた問題になって、看護師のイメージがまるでちょっと性的な対象にしたって、看護師のことを性的な対象にするように見えるかもしれないみたいな感じで問題にして、このシーンが削除されましたね、カットされましたね。今は見れないんですよ。だからこういう衣装に対してすごく、もうなんかこれちょっとやりすぎじゃないみたいな、問題じゃないみたいな感じで、こっちにもそういう人々が来ただけなんですね。だからもうなんていうかな、韓国、これは韓国人全員とは言えませんが、私は韓国人として韓国の社会をよく分かってるはずじゃないですか。でも特にこのネット上の韓国は本当にもう心の余裕がない人は結構多い方ですよ、世界から見ても。だからもう少しでも成功してる人をなんか落とそうとしてる、その比率が結構高いんですよ。皆さん、いつも私はもう同じこと言いますけど、もう事実なんですよ。私は韓国嫌いだからじゃなくて、事実なんですよ、皆さん。ちょっと落とそうとしてる、そういう、心も貧乏な、現実も貧乏な、そういう方々が比率が結構高いんですよ。これは韓国人同士もこういう話をします。そういう人 多すぎじゃないみたいな感じで。だからまあそういう方々からやっぱり見たら、やっぱりこれは問題になるし、またこれを問題にして記事に出たらですね、やっぱりこれだけフォーカスしてみたら問題のように見えるんですよ。やっぱりですね、なんか聞いたら、ああ確かになんか未成年者がこういう衣装はちょっとあれかも、確かにそういう感じかもってなるんじゃないですか、普通に人間って。でもこの衣装がこのチームのパフォーマンスで、なんていうかな、もう
一番重要なポイントのように問題にされてるのが、もうそれが問題じゃないかなと個人的に思います。だからなんでこれだけ見るのかみたいな、私からしたらそうですよ。だからこれはパフォーマンスで、そしてこのコンセプト的に必要ならこういう衣装もできるのがプロだし、なんかプロの世界では年齢性別関係なく一番のパフォーマンスを見せたらそれが一番素敵なパフォーマンスだと思いますよ。だからそういう世界でこういう細かいところに集中してそれを問題にしたら当たり前に問題のように見えますし問題になるんですよ。だからもうちょっとなんていうかな、いちいちうるさいっていう感じなんです。はい、そしてチャモニョムさんがこれはちょっと問題になってるんじゃないですか。ちょっとなんか韓国では一人で適当すぎじゃない、なんかちゃんと踊らないのなんでみたいな。でもこれに対しては私もなんかこういう感じで見ましたけど、まあ確かに一番なんていうかな、動きが少ないっていうか、そういうのはすごく感じますよね。ここがチャモニョンさんですけど、まあ首のこういう動きとかが一番なんか少ない。でもこれってなんていうかな、もちろんいろいろ事情があるとは思いますよ。でもなんかまあこれに関してはまあそういう叩く人の気持ちっていうか、そういう立場もあるのがこの世界じゃないかなと個人的には思いますよ。私はもちろん韓国人なので韓国人からしたらそう見えて、皆さんは理解できないかもしれないですけど、まあこれが K-POP なんですね。こういうちょっとなんていうか、もうどんだけ有名になってもすごく厳しい人はずっと厳しいんですよ。その人はもう永遠に誰も好きにならへん、そういう方なんですよ。だから誰でもなんかもう叩く自信があるそういう人々は、このウォニョンさんが頑張ってこう動いたとしても何かしら指摘するところがある方々なので、こういう方々の存在はなくならないんですよ。だからもうそしてこういう方々ともコミュニケーションしながらなんか成長してきたのが K-POP だと思いますので、まあこういうところは仕方ないんじゃないかなと個人的に思いますね。やっぱり何かしら事情があるとしてもやっぱりプロなので、こういうプロ世界でこういう感じでもううまくなんか見る人からしてちょっとこれはちょっと問題じゃないっていう感じでパフォーマンス的に指摘されるところはやっぱりまあされたらまあ仕方ないなと思います。その指摘する人が悪いと、なんかいい悪いそういう問題じゃなくて、まあ指摘する人もいるしみたいな、そういう感じだと思いますよ、感覚的に。だからもう韓国では本当にもう今もバンタンに対して、バンタンもめっちゃ下手くそじゃないみたいな感じでもう言う人はいるんですよ。もうどんだけもう本当に誰でも叩かれるんですよ、そういう人々からは。もうバンタンももう何かしらなんか下手だみたいな、そしてエクソも下手だ、ビッグバンも下手だみたいな感じで、もう実力的に喧嘩を打ったりとかそういうの人はもう永遠にいますよね。だからもうこういうオニョンさんの高齢に対してはまあ仕方ないんじゃないかなと思いますよ。事情があるとは思いますけど、まあね、とにかくこういう感じで、まあとにかく私が思ったのはこういう感じで、アイブ炎上ってこう検索してみたら、この衣装に関してのそういうニュースが多いんですよ。やっぱりこうイメージを見てもほぼ衣装に対してじゃないですか。そしてこの挨拶、だから韓国ではウォニョンさんはまあそこに対して別に問題にしてるって感じではないですよ。そしてあまり知らないですよ、まだまだアイブに対して。そしてウォニョンさんの場合はやっぱりアイズワン出身なので、そのアイズワンが解散して、なんかウォニョンさんがこういうアイブとしてデビューするのが気に入らないみたいな方々からの一部のなんかそういう叩くみたいな感じだと思います。だからとにかくアイブがちょっとなんていうかな、もうデビューしたばかりなのにアンチがちょっと多い気がして、それはちょっとやっぱり良くないなと思いますけど、韓国ではこのデビューしたばかりの時に一番こういうのがいろいろあるんですよ。皆さんエスパーも覚えてますよね。いろいろ炎上あったんじゃないですか。そういう感じでもう仕方ないんですね。もう韓国でもうこういうのはもうデビューして炎上したりとかはもう今までずっとあったことなので、で皆さんからしたらでもなんで韓国人はって感じでなるかもしれないですけど、私もそう同じですよ。でもなんかそういう喧嘩を売る人って全員ではないですけどいつもいますし、なくならないですので、ああまたそういう人々はそうしたかみたいな感じでもうするって
する感じですね。はい、皆さん、とにかく私が用意した動画はここまでですけど、皆さんが何かしら気になるところがもっとあれば、皆さんがコメントで教えてくださったら、私がそれを皆さんに調べてお伝えしたいと思いますので、ぜひコメントで残してください。ってことでしょう。